吉田拓郎のことをみんなは拓郎拓郎って呼ぶ。あまりにも呼び捨てにしすぎるので、拓郎さんもさすがに頭にきたんだろう。人の名前をそんなに呼び捨てにするなと。そしたらみんな言うことを聞いて、吉田吉田って名字を叫んでた。長渕剛のことをみんなは長渕長渕って呼ぶ。試しに剛って呼んでみたら、ライブ会場の遠くからはいはいと返事をしてくれる強い絆の友がいた。矢沢永吉のことをみんなは A ちゃん A ちゃんって呼ぶ。 A ちゃんは自分のことを矢沢って呼ぶ。矢沢も A ちゃんもわかるけど、試しに A 吉って呼んでみたら、瞬く間に周りを取り囲まれて、フクロウだった日に会いました。ああ人生は、ああ人の世は、ああ人間なんて、ああトンボが飛んでいく、ああルイジアナ、ああシカゴにテネシー。